錦。久しぶりだな、兄弟。レーナ、酒を。うん。10年ぶりだ、お前とこうして飲むのも。はあ、面会にも行かなくて悪かった。俺もいろいろ忙しくてな。そうだろうな。俺はどうしても100億を手に入れたい。お前が連れているガキとペンダントを渡せ。その前に答えろ。なぜ水木を殺した？殺す気はなかったんだ。ユミの妹を殺すつもりなんかな。あ、親父。何やってんだお前ら。すみません、この女結局口を割りませんでした。誰が殺せと言った？え、あ、親父。待ってください。ユミの妹なんだぞ。誰が殺せと言った？誰が言ったんだ。親父、あとはきっちり片付けておきますから。10年間俺はユミの行方を追い続けた。ユミの妹がセレナで働いていると知り、俺はずっと彼女をマークしてたんだよ。いつかそこにユミが現れるんじゃないかってな。遥かのこともそれで知ったのか。巡り合わせだよな。あの娘はひまわりにいたんだ。俺たちが育ったあの孤児院にな。水木はその後アレスを持ち、そして姿を消した。ひまわりにいた娘も。そして登場界の100億が抜かれる。だがな。それはそうだ、ユミの指輪だよ。こいつが現場で見つかったんだ。ユミはいる。近くに。必ずな。キリュウ、これは登場界の戦争だ。お前一人でどうなるもんでもない。悪いようにはしねえ。ペンダントを渡してくれ。あれは遥かにとって唯一残された母親とのつながりだ。お前らの戦争なんて関係ねえ。変わらねえな。だからユミもお前に惹かれたんだろう。みんなお前の味方をする。昔からな。お前俺のことを憎んでいるのか。わからねえ。だが結局俺はお前を裏切った。風間の親父もな。もう後戻りはできねえ。まさか風間の親父さんを撃ったのは。なあ、さすがにあん時手が震えた。やめてよ二人とも。なんでだ。おやっさんに世話になった恩はねえのか。まだくたばっちゃねえだろう。それに今はシンジも一緒だしな。おやっさん着きました。お前シンジを盗聴して。10年前のあの日から俺は誰も信じちゃいない。俺は俺のやり方で登場界のトップに立つ。どうしても水木の娘よこさねえならお前でも容赦はしない。好きにしろ。だが遥かを渡さねえ。お前の道具になんかさせやしねえ。今さらだがお前とはもう一度一緒にやりたかった。だがもう今日限り兄弟じゃねえ。なんでこんなことになっちゃったの。